受害苦主根本睡不着觉，臭虫入侵住家甚至电车，民众在车厢看到虫虫在座椅上爬来爬去，许多日本民众更表明打死不敢座椅垫上，只能罚站。 トコジラミの相談件数が10年前の3倍以上になっています。全国で被害が拡大しているトコジラミについて、今殺虫剤が効かないスーパートコジラミへと進化をしているんです。媒体表示、这波超级臭虫甚至对市售除虫剂免疫。殺虫剤をかけて10分が経過しましたが、トコジラミはまだ生きてます。 一部薬に強い抵抗性遺伝子を持った個体が生き残っていって、それが進化を遂げて、いわゆるスーパー、人間にとっては住みやすいかもしれないけれども、トコジラミにとっては実は室内に天敵がいなくなって。这掀起灭虫大战，有民众抛图解说，臭虫可能潜伏家中各个角落，但几乎没死角，难道要把家给烧了吗？其实这波虫虫危机早就有迹可循。최근에 인천 찜질방을 시작으로 대구에 대학 기숙사 그리고 부천에 고시원까지 사라졌던 이 빈대가 전국적으로 출몰하면서 臭虫攻陷法国，甚至南韩、首尔、仁川和大邱都有通报案例。专家也说，千万别大意，更警告日本这波臭虫潮可能随着天气变暖，于五月大爆发。三立新闻，严信报道。